はい、えー、皆さんこんにちは。リゼテージフィナンシャルリサーチの和田です。えー、ただいま9月12日の火曜日ですね。え午後の24分ぐらいになりますけれども、SBI FX ニュース始めていきたいと思います。 昨、まあ、日からです、ね、皆さんもご存知のように週明け早々からですねドル円急落という形となりました先週末、ですね読売新聞に掲載されました上田日銀総裁のインタビュー記事こちらをきっかけとしまして窓を開けて売り込まれるという形となったんですけれども昨日は東京時間も過ぎまして欧州,欧州税の入り際までずっとですね戻り売りが強まるという形となりました一時145円台まで値を下げるという形となっています。ただその後はですすねニューヨーヨク税入ってきますと 今度は一転して買い戻しの動きとなりまして、えー、非常に素堅いの動きに、ねえー、変わっていったというところですねそして今日の東京市場もですねどちらかと言いますと狭いレンジの中であるんですけれども素堅い動きがついているという形となっていますまあ、若干落ち着きところを探るですね動きになってきているというところだと思いますそこら辺もちょっとですね詳しく見ていきたいなと思います はい、えー、こちら見てもらってます。昨日からの一日投資のトレンのゴミチャートです。昨日もお話し,しましたように、先週末のですね、上田知事総裁の 新聞記事、インタビュー記事を受けまして一気に窓を開けていきなり146円台ですね、始まるという形だったですね。先週末7日と8日の高値147円の87と年初来高値をつけて高値引きとなっていたということも手伝いましてやはり週明け一気に戻り売りが出たという形となりました。一旦は実需ののが入りまますとの28まで結局 ここの戻り高値が昨日の高値になります7円の28まで買い戻しが入った後また再びジリジリと値を下げる展開となりました欧州勢が入り際まで売りが強まりまして一時145の91の安値まで値を下げるという展開となっています しばらくは146円を意識した中で、かなり安値県でもみ合いとなったんですけれども、その後、アメリカの長期金利10年さり回りで4.30ちょうどまで上昇する中、ドル円も次第に下値を切り上げていくという形となりました。ちょっとアジア時間で売り込んでしまった向きもあったようですので、ショートカバーはですね強まりました。146円の98の入浴時間の高値をつけるという展開となっています。そのの後は再びの20まで下押しを するんですが下押しも限定的に終わります引けにかけましては146円の6までまで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けるという形となったわけですそして今日の東京市場を見てくださいこちらですね 今日の特殊市場ですね実時の買いが先行しますと一時146円の80まで今日の高値をつけるという形となったんですけれどもそのが再び戻り売りにされますと146円の47 44の安値ですねえー、まで値を下げますちょっとユーロドルがポーンと跳ねたというような状況もあってそれにつれる形で,ですね146円の44まで下押しをしましたただ下値も限定的となっています再び午後ですね先ほどですけれどもまた146円の77あたりまで高値付近ま でまた根を戻すなど、方向感ない動き、ですね神経質についているという形ですね。 午後になりまして、このところで、まあ、先週からですね、先週の上田総裁の発言を受けまして、日本の金利ですね、国債の金利に非常に注目が集まっているんですが、あ午前中こそまた上昇していたんですけれども、先ほど午後になりまして、5年債の印刷が行われました、こちらがですね割と良かったということなんですね。ですから、こちらを受けまして、金利が低下しますと、それに連れる形でドル円も下値を切り上げていると、こんな状況となっています。アメリカの金利はですねほとんど動きなしというところですね。 でまあ、こちらの5分チャートのからもわかるんですが、この入浴時間、少しお月を取り戻した入浴時間のレンジ、6円の98、安値が6円の20ですね、ですから6の20から98のこの入浴時間のレンジの中で、この後の海外市場もしばらくですね続きそうな雰囲気という形となってきています。 こちら、しのチャートでも確認しましょう。こちらが冷やしのチャートです。冷やしのチャートを見ますと、下サイド非常に重要なのがわかりますね。なんと言いましても、昨日もお話ししましたように、終値ベースで1目の県観線146円の16を長い下髭をつけて、きちんと買い戻しが入って終わっているわけですね。ですから、まだまだ上サイドのバイアスが残っているような状況になっています。引き続き今日の安値の146円の44もそうですが、 昨のの入浴時間の安値146円の20、そして、転換線の146円の16ですね、そして昨日の安値の145の91というのが、下値としては非常に重要なサポートレベルということがわかります。 戻りとしましては、先ほど5分チャートで確認しました、入浴時間の高値6円の98、そして昨日高値の7円の28、そして木曜日と金曜日につけました年収来高値7円の87というところですね、上サイドはかなりはっきりしたところは戻りのメドということになってきています。 ユーロドルの方も確認しましまょう、まあ、昨日、ドル円がですね先に、一橋先に、えー、ですね、えーロングえー、ドルロングポジションのですね、えー、調整が入ったというところだったんですが、昨日はそれに遅れるような形で、ユーロドルですとかポンドドル、こういったものがですね、えー、ドルドル買いのポジションですので、ユーロドルですとかポンドルのショ,ートです、ね、ショートポジションの買い戻し、ショートカバーが強まったというところでしょう。昨日もアメリカの金利の上昇とともに一時1.0716まで値を下げる場面があったんですが、実は朝方1 1> 1. が安値でした朝方の安値を抜けることができずにその後買い戻しが入って1.0759の高値をつけるという形となっています。そして今日の特集を見てください、こちらです。ちょっとですね、まあ、何かあったというわけではないんですが、ポーンと一時跳ねる場面がありました。昨日高値の1.0759を上抜けまして、一時1.0769の高値までポーンと買われるんですが、すぐさま戻りに抑える展開1.0738まで今安値付近ですけれども、そこまでも また安値をつけるというようなです、ね、不安定な動きがついているというところでしょう。 こちらも冷やしのチャートで確認しています、まあ、あどれに、えー、同様にです、ね、やはり調整のドルのですねやはり戻り売り、要するにユーロドルの買い戻しが入ってきているわけですけれども、やはりですねこの9月の5日に、ですね9月の7日に一番の安値をつけているわけです、1.0686ですね、この安値を確認した後若干買い戻しが入っているんですが、やはり買い戻しの域をまだ出ていないというところでしょう。 9月の5日の高値が1.0798、4日の高値が1.0809ですね、そして200なんと言いましても200日通い線銭、1.0826というところが、ここがかなり重要な戻りの目処ということになってきています。 そして昨日、少し動きありましたのが、材料出ましたのは、ポンドドルですね、見てください。まあ、こちら、ポンドドルもですね昨日はですねずっと買い物し動きになってたんですけれども、こちら見てください。昨日は1.2548の高値をつけています。昨日はですねイギリスのマン AMPC 委員、こちらの方の発言が伝わりました。中立権利は以前よりも高くなった可能性があると。 そして引き締めの行き過ぎによる間違いの方がましだといったようなです、ね、ちょっと過激な、多角的な発言が見られました。こちらをきっかけとしまして、1.2548まで買い戻しが進むという形となっています。はいえー、それではですね、今日予定されていますものの済指標をこのあと確認をしていきます。 はいえー、こちら見てもらってますが、今日予定されてますもの経済指標です。まず6時ですね、9月のドイツの税務経営を管ユーロ圏とともに発表、こちら非常に重要ですね。そして続いて9時が8月、ブラジル IBGE が出します消費者物価指数、そして7月、インドの航工業生産、8月、インドの CPI と続きます。そして今日一番重要になりますのが、翌2時ですけれども、アメリカの10年債の入札ですね、こちらかなり重要という形になりそうです。 今日はアジア時間、日本,金日本の国債の金利までの方がですね非常に注目が集まりましてアメリカの金利はあまり動いていません。まあ、ただ、やはり今日10年の入札を受けたですねアメリカの長期金利の動こ非常に注目が集まるというところでしょう。あとは株価の方ですが、今233円だかと、5番になりまして280円ほどですねやはり上げまして、高値を更新という形となりました。一時期下げ、上げ幅を消す動きとなりましたけれども、やはり下値が非常に硬かったということが分かります。まあ、どこまでも 戻りを試せるのかといったところそして絵画市場の先物動向ですとかアメリカの金利動向ですねこちらに注意が集まるということになりそうですそれでは今日の解説をお願いいたします